さあ行きましょうか、ラチェット&クランクフォースです。これやったの？ちょっと俺は全然やりたいですよ。めっちゃダメージを受けるんですけど、まあ、そこら中で派手にやってると。おお、すごい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 、いいね。86、ああ、ここでもパックもらえた、もらえるね。これ難しいな、やっぱロケットの方がいいのかな。ほい、当たってんのかな俺。なんかあんまりバルカンがさ、俺当てらないんですよ。あ、これたくさんロックってできないのか。あ、こうしないのよな、これ。一発じゃちょっときつくないかっていうか、ここはもういいのか、離れちゃっていいのか。どっかピカピカしてるところをやればいいのか、それとも星のところをやっぱり優先してやった方がいいのかな。ああ、いいぞ。これ普通に動いてると全然ダメですね。こういうなんか上下の動き、ああ、やったか。やってないですね。これ何を破壊すればいいんだろう。ドラム缶を破壊すればいいのか。そうじゃないよね。操縦がちょっとおぼつかなくて申し訳ないんだけど、やっぱあれを破壊する。そうですね。ああ、でとりあえず外をぐるーっと回っていく方がいいや。ぶつくせ、ぐるっと回ってた方がいいんだよね、きっと。どこだ、下か、あれか。なんか普通にさ、もう動いてるだけだとさ、どんどん狙われ撃たれるんですよ。普通上下左右にさ動いてあげないと余裕で攻撃を食らっているんですよ。それはまずいのではないか。よし、次行こう。なんかダッシュとかはないのか。もうミサイルしかないのか。上下運動の方がいいのかな。少しずつずらしていくぐらいの方がいいのかな。破壊したつもりになっているんですけど、破壊できない。こういう人をやってるのか。やっつけてる？やっつけられてない？これも違う？いや、具体的になんか何を壊せばいいのか。これ、あ、これグリーンコンテナ、あ、右にちゃんと書いてあるんですね。ちゃんと読まないから。じゃあ行こうぜ。グリーンコンテナを破壊しよう。どれだ。グリーンコンテナらしきものが、じゃあ急にじゃあ探そうと思ったけどさ、ないんですか。これグリーンコンテナで、あ、だから敵を破壊しなくてもいいってことなのかな。とりあえずじゃあグリーンコンテナから破壊していくか。ね、だったらもうちょっと楽というか、ダメージがなんか大きいんですけど。そうだね、これ上下に移動していきながらじゃないと普通にダメージ落ちちゃうんですよね。めちゃくちゃ強い敵の攻撃が、ちょっと猛攻がすごすぎて。やったか。よし、あ、グリーンコンテナ。どんどん攻撃の手がさ激しいので結構きついんですよね。
ウィーンコンテナはグリーンコンテナに攻撃をすること、あ、ロックを仕掛けることは可能なのか。あ、これあれじゃん、俺が、ね、輸送されてるやつじゃないですか。どこにあるコンテナ、コンテナ探すのも一苦労だな、こんだけ広いと。でもコンテナっていうくらいだから普通ぶら下がってるはずですよね。ということは下からボコボコ撃った方が良さそうかな。まさか敵を壊さないと、ね、コンテナが出てこないなんてことはないと思うんですけれども、あとね、コンテナが発見しづらいっていうのはちょっと問題ですかね。敵もいるしね。なんかさ、雑魚敵級はさ、たくさんロックできるのに、なんか至るよね。ね、一気にさ、一気に攻撃が、行くんですけど、すっげえ敵いっぱいいる。この辺全部敵でしょ、これ。すごい。ハムシみたいに、嫌だね。この辺とかないの、この辺。そもそも中入れない？入れるよね。安全。スーパー安全。あ、グリーンコンテナ。あ、やべ。敵強くね？俺の体力はなんかいたずらに減っていくだけなんだけど。グリーンコンテナ。あ、やべ。これ全部やっつけられてるんですかね。危ない。まあ、追尾型ミサイルなんで、多分大丈夫だと思うんですけど。グリーンコンテナを探すのがちょっと大変ですね。グリーンコンテナはどこだ？やっぱチカチカしたところに行かないとっていうか、行った方が、わかりやすいのかな？あれ？消えた。安全なね、空の旅は別にいいんですけど。多分グリーンコンテナ壊した瞬間から敵が出てくる。とかではないのか。グリーンコンテナ、あ、あったあったあった。あ、やっぱロックしないね。あと15個か。そんなにあるかな？ん？あ、ロックしない。あ、これ難しいな。パーフェクト。それじゃあマップをチェックしてほしいっす。セントラルコアを台無しにしてやるっすよ。わかった。なんとかするからよ。もうちょっと待ってくれ。頑張って、グリーンコンテナっていうのを探すからよ。あとは、意外と上にあったりしますね。よし、ブドウみたい。あと11個。束になってるのが助かるね。よし、ここに、お、4つもあるんだ。どうぞ。あと7個。いいぞ。お、お、あと6個。6個。よし。あとは、やっぱもっと上にある。お、危ない。強い砲台マンと弱い砲台マンがいるんですね。次のコンテナのありかは、あ、あたたたたたた、あ、いっぱいじゃん。お、これ全部、これ全部か。ほら、これ、あれ？やべ。一個残っちゃった。どこで、あ、あたたたた。よし、これいい。オッケー。よかった。長時間10分やったんだけど。やったっす、ラジェット。じゃあ牢獄フィールドに戻ってほしいっす。私に計画があるっすよ。私にいい考えがある。
あ、じゃあドレッドステーション戻りましょうか。はい、よろしくね。解除法が分かったっす。みんな助かるっすよ。本当かい？信じらんない。信じるの。え、ある？生きてたの？治療不可能ってことだったろ？そうだよ、治せないから交換さ。あ、わー、オッケー。で、方法は？バトルドームのシステム図を解読したっすよ。コントロールレベルのコンピューターこそが牢獄フィールド唯一の弱点っす。ならコンピューターにハックする？バカース、吹っ飛べばフィールドも解除さ。納得。じゃあコントロールレベルにはどう行く？プリズンシャトルを改造したんで、それで行くっす。ただし片道っすよ。ラチェット、バトルドームで新しいチャレンジができるようになったっす。準備ができたらプリズンシャトルに乗るっすよ。この後に及んでチャレンジはしないけど、あるわ。あ、こっちにはもういないのか。もう色を変えるだけだから、あるが半分サイボーグになっちまったな。まあでも生きてるなら、まあそれで良しとするのだろうか。あるわ、いないな。そのプリズンシャトルにいるってことでいいのかな。とりあえず満タンにしとこうか。ナンバーゼロは当然買えませんね。よし、じゃあ行きますか。片道って言ってたので、これがラストステージになるのかな。ラチェット、準備ができたならバトルドームのコントロールレベルに向かうシャトルに乗るっすよ。ああ、こっちじゃなくてね、向こうか、ごめんね。じゃあこっちにコントロールルームレベル、これですね。フライトコントロールへの違法改造を検知したので、シャトルはコントロールレベルに到着した後停止しますと。戻ることはできなくなりますが、それでも向かいますか。行こうか。ここ自ら破壊するってことだね。フランク、聞こえる？応答せよ。雰囲気がなんだかおかしいよ。やっぱり。これはこれは驚きの展開だ、視聴者諸君。ヒーローがバトルドームに破壊工作？エキサイティング。成功すれば参加者は解放してやろう。だが忘れるな、6ギガトンの爆薬をバトルドーム内に仕込んでやる。もしラジェットが起爆スイッチをタイム内に止めないと、バトルドームは一瞬にして木っ端みじん。どうかしてるよ。どうもしてない。私がドームにいるのなら確かにどうかしてる。だがたまたまな、ちょっと離れたポジションから鏡の見物なのだ。そんなことしたらドームの観客はみんな巻き添えになるぞ。その原因はヒーローだ。村口叩いてるタイムがあるのか。最近観客が待ってる。それではファンの皆さん、今日はその、これでドレッドゾーンは最後なんです。助からないんだ。一方で観客は盛り上がってバトルドーム崩壊の瞬間を今や遅しと待ち受けています。嘘っぱちの原稿じゃない。進む道を間違えたよ。お笑いの道行くんだった。一人だけグダグダ泣いてんじゃないわよ。ありがとうファリータ。今やチャンピオンとなったラチェットが最大の試練に挑戦します。バトルドームの防御システムを解除し、グリーマンボックスその人を倒すのです。
過去のラチェット関連ニュースは全部訂正。本当の彼は愛想もよく頼りになる男です。みんなのヒーロー、それはラチェット、君だ。本当はみんな応援してたのよ。すまないっす。わあ、いきなり時間制限か。これはやばそうだ。はい、すいません、続けていきましょう。マイクはもうちょっと上にやっとくか。よし、行くぞ。ラチェット、ボックスの罠に引っかかってしまったっす。でもまだ手はあるっす。コントロールレベルにある3つのフュージョンジェネレーターを壊せば脱出シャトルが使えるようになるっすよ。みんなが助かるにはそれしかないっす。タイマーがあるのにさ、優勝におしゃべりしてますね。まあ、俺が、うっそ、今壊れるの？弱くね？それとも敵の猛攻が凄まじいのか。とにかくこのゲームね、レベルがね、上がれば上がるほど敵もどんどん強くなるんで、なんか自分がね、強くなった。何これ？破壊。あっ、ね、なんてことをするの。まったくだ、俺じゃ対応できねえ。でもどんどん行こう。あー、ちょっとラチェット、あ、ラチェット感出てきたね。最後の最後でちょっとラチェットラ感出してくるのやめろや。それ難しいんだ、ラチェットラ感すっごい難しいんだよ。ラチェット、ステーションはいつ爆発してもおかしくないっすよ。急ぐっす。急いでるよ。ちょっと待ってね、行ってやるからおとなしくしろ。どうせ俺しか助けないんだから。今回ね、クランクが操れなかったのはちょっと残念ですね。行くぞ、オーラ EMP。 おー、ちょい早く EMP。 あ、壊れてる。早く早く EMP さっさと EMP。 ほら、マグマショット入る。このよし、あ、やべ、あ、まあ、やべ、あ、ちげあちげ、エレベーター、おお、あべ、よし、行くぞ。じゃあまたデュアルにして、おら、さっさとくたばれよ。あべ、弾が切れるぞ、弾が切れる。よし、ギリギリ。マグマパックからラプターパック。ああ、また修理しなきゃ。また壊れちゃった。おお、なんだあいつ。フュージョン。全然違う。フュージョンは全然。敵強すぎだろ、ちょっと。耐久性上がりすぎじゃない。ラチェット、君ならできる。頼むよ。じゃなければ僕らはみんなおしまいだ。本当だよな。大変だ。一言、完全に一言だから。修理しろ、破壊しろ。何を破壊したか知らねえけど、あのレーザー危ねえからな。破壊、あ、来い、ロケット、ロケット、さっさとロケット。ほら、時間はあと5分、間に合わなくね。大丈夫かな、やったか。やべえやつらはまだいるじゃねえ。よし、破壊しろ、修理しろ、破壊しろ、修理しろ。お、乗り込んでいく。いやー、安心だ。安全なところからの砲台を乗るだけでいいから、超安全。え、敵がいるな。まだいる。ロケット、お前もロケット、お前、おまけのロケット。あ、まだいっぱいいるねえか。おー、ごめん、破壊しろ、修理しろ、乗り込め。撃てぃ、とりあえずこいつは破壊しろ、こいつは破壊して、お前も破壊じゃ。よし、で、そこにいるね。よしよしよし、やってた。まだいっぱい出てきたから、注意。お、え、2番目のジェネレーター。まだあるんだ。いいよ、やってるぜ。おー、いきなり始まるんじゃねえ。拍手しろ、満タンにしろ。
チューンはまあいいでしょう。このままでいける。ドレッドゾーンの最終章。みんな、おしまいなんです。もうダメだ。おしまいだ。EMP、修理。バイバイなんてしたくないよ。ダラス、まだおしまいじゃないわ。もう、ダラスちゃん。よし。いい子でちゅね。いい子は泣かないんでちゅよ。うぜえな。EMP。EMP さっさと EMP ほいほい、ここでスコーピオンテールとかね使ってこないとなかなか使う機会がないから、ほら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 、あぶねえ、ギリギリじゃねえか、あぶね、よし OK、 マグマとかにしとくか、回せ、おしまいなの？そうじゃないでしょ、ダラス、気をつけ、あんたのその姿、全銀河に放映されてんのよ、そんなわがままってどうすんの。厳しいね。ありがとうファリタ、君の毒舌が僕を我に返してくれたよ。そうさ、そうだよ、全銀河が僕のガラクチックトークを待ち望んでいるんだ、やらなければ。いいな、ガラクチックトーク、何とかトークとか、俺も、あぶれ、なんでマグマになってんの、よし、すぐ乗り込む、で、ここからやっつけていくと安全だね、全然敵に当たんないんですよ、ほっとくか、さっさと行こう、ラチェット、時間がないっす、ジェネレーターがやばいっす、分かってる、なんとかするっすよ、どうせ俺しかなんとかできないんだから、なんとかするさ、あ、まだどけ、あ、またエレベーター行っちゃった、しょうがないね、待つしかない、よし、行くぞ、まあ7分もあるんでしょ、大丈夫大丈夫、任せろって、おら、ショットガンがさ、そんなにひるまへんくなっていけない、相変わらず、愛も変わらず、全然死なねえ、どこだ、ここが、こう、こう、こう、敵は出てこないね、シャトルがいくつかバトルドームを出発し始めてるっす、頑張るっすよ、ラチェット、うん、脱出ポットがちゃんとあるのか、一人用のポットかな、嫌だな、一人用のポットで、弾が切れる、終わった、弾が切れたぞ、おっ、マジラチェットだけを殺す機会かよ、破壊しろ、ロケットの準備だ、いいよ、破壊してくれ、うん、お、あれ、うっかりしてて、おら、分かっているのさ、よし、チャチな仕掛けだよ、待ってくる、次はそこにいる、いない、はい、乗り込む、乗り込む、破壊する、この辺ね、いれば大丈夫だ、安全なんで、ここから適当に打ち込んでいけば余裕はあるでしょ、破壊しろ、注意しろ、こちらをね、撃たれる分には全然問題ないんだ、誰だ俺のこと言ってんのは、いいよ、破壊しろ、爆薬をね設置すると、いいよ、シールドしろ、よしよしよし、ね、破壊しろ、守れ、そして俺が乗り込む、そしてやつを守る、これさ、爆弾設置してるやつを守るのはいいけどさ、爆弾設置してるやつを守るのを守らなきゃいけないから、お、やったか、よし、誰も喋らない、行くよ、おお、急に始まるんだよな、弾薬満タン、行くぜ、全てが終わってしまう前にちょっとでも懺悔をしておかなくちゃ、まずは幼馴染のティミー君、
君が背負っていた薪にカチカチと火をつけたのは僕だったんだ。肩こりは治ったかい？そして同級生のスージちゃん、君の下駄箱でティラノイドを飼っていたのも僕だったんだ。さぞかし臭かっただろうね。危ない。そして何より、オーマイファニータ、今だから言えるけど、これまで6年間からかったりセクハラったり笑ったりしてすまなかったよ。まあその分いじめられたけどね。いじめ VS セクハラっていうのは どっちがこうレベル高いんですか。なかなかこう微妙なラインですよね。いじめられる側とセクハラする側がね、対立してるっていう。ガジェット、もっとペースを上げるっすよ。もうこれ以上ペース上がんねえよ。俺の下足もね、割と限界なんですよ。危ね、危ねえとか薄くなってしまう。よし、ロケットの準備だ。あぶれ。よし、そこにいるね。あ、3発やられないのか、強いね。あ、また EMP か。ちょっと待って、EMP、スコーピオンペイル、さっさと意味、あれ、おいしいんです。死んじゃってんだけど。この、これ系は多分一番最初からですよね。ちょっとずつ難しくなってきたってこと？それとも俺がちょっと雑になってきたかな？さっき15分くらいやってたかもしれないので、このまま行くんだったら、あ、一応、窓っていうか、通路は開いてんのか？開いてるくさい。だからこのまま、あ、まあ多少進むスピードは速いか。やられるスピードも速そうですけど。よし、いいね。一撃は強すぎるんだよな。どいつもこいつもさ。やめてほしいよ。頭にきますよ。よし。ほれ。で、これ出てくるんだろ。で、安全なところジャンプをするな、危ねえから。で、さらに出てくる？出てくるよね、これ。危ない。あ、食らってんだよな、普通に。よくないよね。よし。これ回復がないのもね、結構厳しいよ。あ、また負けちゃった。よくないな。どうしようかな。普通にやるのがダメだったら、もう、奥の手を。もちろんさ、クリアするまでやるさ。奥の手を使うしかあるまい。もうテスラジラインがさ、おめでとうございます。いや、テスラジラインがさ、ほんとね、有能すぎて。まあ、ただここの感じだとあんまり有効打になるかっていうとちょっと怪しいですけどね。やりきれない。レーザービームがやりきれない。レーザービーム超強いですから、ね、ああ、また出した。とりあえず一回回復するか。ロケット。お、なんだ？なんだお前。あれ？安心？よし。とりあえず爆発する。あ、ダメ。なんでこいつら登ってこなかったんだ。バグってんじゃないの？足場用意して。行くよ。はい、ジョイさん。爆発してる。で、砲台さん。危ない危ない。砲台さんだよ。お、ありがとう。砲台さんにちょっと任せてもらって。俺たち高みを見物しましょう。砲台さん超強いっすから。で、そしてレベル。レベルがさ、上がるからね。もう勝手に攻撃して勝手にレベル上がるって、マジで、恐怖しすぎるんだよ。ね、気がついたらいいね。ムクロが広がってるからね。最高。はい、EMP。EMP。さっさと EMP。EMP がね、これ当たってねえのか。修理しろ。スコーピオン。
殴る。危ねえ。で、スコーピオン帝王もよし、なんとなくレベルを上げていくと。よし、なんとなくでいい。範囲が狭すぎんだよな。弱くはないんだろうけど。お、なんだ。後ろから来たか。ちょっと待ってね。体力は余裕ある。マグマショット。あ、やっぱバリケードがあると、マグマもちょっと厳しいんだよ。よし、拍手。なんだい？マグマバルカン。え、これバルカンだったの？ほんとだ、マグマバルカンって書いてある。どう考えてもこれショットガンなんですけどね。マグマショットでしょ。お、これ。ラチェットだけを殺すってわけだ。この辺にね、あと爆弾もばらまいて、まあ、爆弾の終わりが早すぎる。あ、レベル10、V10 になると、なんか強くなるっていうか、なんか、変わるんだね。雰囲気が。流れ変わるんですね。よし、俺がそれに乗り込む。修理しろ。あ、乗り込んで死んじゃうから。ものの秒でもほんと数秒死ぬからね、俺。修理しろ。敵はいる？破壊しろ。爆弾を破壊しろ。修理しろ。破壊しろ。基本的にこの二つしか言いませんからね。修理しろか破壊しろか。あ、あいつが邪魔して、俺死ぬじゃん、ちょっと。なんかすごいダメージが出るじゃん。やめてよね。待って、まずヒュージョン。で、やつを破壊する。EMP。スコーピオンテールで EMP。あー、危ない。あ、死んだよ。これ難しいね。で、また最初から。これはちょっと待ってね。動画何分やってんの？さっきカットしたのが、あ、やべ、16分。一旦区切るか。